チャドのレアツが消えたんだが。これフラッツはどこに投げ落としてる。あさっての方向に投げ落としてないか。プロスピンター様の男、トマコモトルでーす。はい、もう我慢できずにプロスピ始めました。シェイシェイ。知ってる人は知ってると思うけどね、めちゃくちゃ僕野球好きだね。2018年から起動してないプロスピ、生きた化石、2年越しに起動しました。後日僕のオーダーを見せる動画を見せます。2年経つとね、クソザ高台になるわけよ。当時はクソ強かったのよな。そして今回ガチャを引きます。今ね、プロスピ5周年らしいからさ、5周年記念ガチャ第2弾が今改造されてるのさ、すり替えておいたのさ、ちなみに今第1弾はすでに引いてます。多分この動画の最後に第1弾の爆笑受け見せろ。モリト戦欲しいね、いいね。ワクワクさん、ワクワクさんすごい。俺、おエスレア取りたいにゃ。宮西にマサキか、いいね、欲しい。岡本も欲しい。佐野啓太、今年大ブレイク、いいね。あー、今コロナだからタクシー来てない人。西くん好きよ俺。どうあ、阪神のユニフォームが見える。ちなみに僕は中日ファンですが、アンチ球団一切ありません。12球団大好きですし、もう嫌いな選手はいませんので、選手をいじりますが、一切バカにしてるわけでも、もう嫌いっていうわけでもありません。全部ネタなので、足からず。お許しください、ボルガ博士。ボルガ博士、お許しください。うおー、ちなみに今回すでに、ね、あの中で一人が手に入るアイテム、あのね、この中に、はい、これ契約書というのがあります。 S ランクアニバーサリー、一週間イベントを走ってようやく手に入るこのアイテムを3時間で走り抜けまして、こんな感じですね。このイベント、走り抜けました。コーラみてえだろ。これ、初日です。このメンバーからランダムで一人手に入ります。さっきの契約書を引くとな。そんな感じでこれね。今回のガチャ、2.5% S ランク、つまり 100%。僕が言いたいのは永遠。6回目で狙って1人を引けるので、普通は契約書から引くべき。先に選手が被らないように、契約書を引いて余り物を6回目で引くべきだよ。ダブルはダメだからね。でもしません。ここで被らないように引くのがいい実況者よ。最後に引いてもな。というわけで先に、6回全引きしてから契約書を引くというイカラタ采配。今年最初のヨダ采配かな。代打三つ間。三つ間が代打。ワンボールツーストライク。打っていく、当たった。あれ以降三つ間調子落とすというね、事件が発生しましたね。今回欲しいのは森友哉、取りたいんじゃない、エスレア取りたいんじゃない、宮西正樹か、岡本和真、佐野はいらんかな、大野雄大、山田哲人、こんな感じになっております。こいつらが欲しい。あ、西君忘れてたね。そう、西君。まあ正直野球わからないけど、見てる人も選手が被らないかどうかだけ見といて。エスレア選手が当たりで、そのエスレア選手が被らなければ神木ということで、そういう認識で OK。 というわけで今回の説はこちら。第2弾紙引きした後、契約書で被らず引く、決勝チャンス。これぞ持ってる実況者よ。やっていくぜ。2万課金したと少ねえと思ったやろ。これより前に第1弾死んでるから、その動画はね、後半で見てさせてくれ。大野欲しいし、山田哲人も欲しい。僕が持ってるやつらは全部2018なんで、2020なら何でもいいのよ。プロスピってね、スピリッツっていう単位がありまして、もうそれが強さなんだけど、2020が強さ3500、2018は強さ2800だろ。もう僕の S レアは A ランクなんよ、これ。2020の A ランクと一緒。ここら辺の演出にも S レア出るかどうかわかるわけよ。虹色になったりとか、ここで青色のオーラが出てね、これ。あ、出てて、おーしょ、出てやん。これ、何これ。ちゃんと出て、あ、これ、で、バチバチね、これ。これもちゃんと出て、あ、今ボールも青くなりましたね。これも確定演出なので、これ、はい。最後にこれ、このキャッチャーが吹き飛んで、上で家が流れれば、はい。ここでこれが S レア確定なわけよ。おー、佐野、いいね。これのエースがエスレアね。キラキラ光って登場するやつがエスレアね。よろしくお願いします。上から雷ジャーンって振って出てくるようなやつがあるから。で、ちなみに1枚確定じゃないからね。別にエスレア1枚だけじゃないからね。この10連の中で。出るときは出る。出ませんでした。エスレアじゃないと意味ないよ。やらなきゃ意味ないよ。まあ最初佐野が出たのはいいことだよね。もう本当に、エスレアって 2.5% だからさ。それを引き当てるこの俺の幸運。もう第1弾全部役を払ったわ、これ。おいおい、シャー来た、これ確定演出。いいね、これ調子良すぎでしょ。この角張ったやつが吹っ飛んでも、あーダメだね。これ上にまたキャッチャーがリフトアップされて、はい、上に、いえと。はい、いえ。ディクソン、福田周平。エスレア、どの、お、来た佐野。僕、かぶりを外れって言いましたよね。外れです。爆死の匂いがします。これ同じキャラ合成できるんですけども、A ランクのね、同じキャラでもやるようになったらね、S レアに合成できるんで、S レアかぶりは爆死です。
意味ないです。名前表示マークか、アイトって。セーブ詳しくないんだよな、ごめんなさいね。まあ、こういう選手がいると。ヤマト。そうや、ヤマトもほんとそう。下の名前だけだったわ。もう俺らヤマトに慣れすぎてさ、ヤマトがもうね、フルネームだと思ってるわ。なあ、3回目はエスラ確定なんで、もう確定演出、たくさんよ。ほらね、はい、これ、虹、虹、これどっちも虹、これ確定演出。ここで、こうね、これがまた青色になったらこれ確定演出だけど、確定演出小峠みたいになったら、チンプって言わされる小峠みたいになっちゃった。一歩で、これちゃんと家が出るかどうかよ、これね。家が出れば出る。出ないんかい。小峠やらせてくれよ。シャギは西浦ね。うん、西浦もういねろ。はい、原口、藤岡送るんじゃない。中島拓也、次へスライド確定よ。きたー、シャーキー。西君大当たりよ、これ。振りましたけど俺は好きよ、大当たり。じゃあこんな感じでじゃんじゃん引いていこうと思っているんですけども、すげえな、お前の帽子の重力すげえよな。よくそれで吹き飛ばないなこれ。おるわー、すげえ、マジ、ガシャンガシャン、マジマジ、それマ、ま、これ 2.5% やぞ、マジ10割札だろ。いけるいける、10割出した。エクトルルナよ。あ、じゃあエクトルルナあれ4割か。おー、きたー、しゃあ、ここもか。うん、住谷銀次郎、いつもよりか住谷を除去した銀次郎な。今井達也、若月、キャッチャーガチャかなこれ。いや違う、若月ガチャだったわ、怒涛の若月。太田健吾、入団した時ゲッツしてた今だから。ただのビシエド。何の関係もない、ビッグアップでも何でもないビシエドだったわ。しかも先日怪我をしました、ビシエド。これ S 出なかったらカットしていこう。完全にカットやんけ。ここは王の枝確定演出ですね。でもこれね、複数枚スラが出るパターンがあるから、ここはちょっと期待していこう、期待上げ。ヤマト、すげえヤマト出るな。山岡君俺顔好き。あ、福田ね、俺のリーダー、福田めちゃくちゃ好きやからさ、ちょ中日でも福田をかなり押してたわ。ってことはさくら、何のスラが出るんだ。知ってた。はい、これちゃんと爆死じゃない。佐野が他のやつに1枚化けてくれればね、神木だったのに。佐野2に西の1に王の1よ。半年後にはザコになる、半年後に俺の2018オーダークラスになってしまう。それに2万使って佐野に。あとは契約書、かぶりだけは避けてくれ。それ佐野も能力いいから嬉しいけど、かぶりはいらんのよ。だからね、森と正輝か岡本和真、西君は持ってる。間違えた、山田哲人。こんな感じ、また森君、正輝か岡本で山田哲人か。この佐野くん、すなわち佐野以外、もちろん佐野は以前でしょ、俺も好きやし、けど被りだけは避けてほしい。ベースターさんごめんね、3人だけを被るパターン、12分の3は被りになるわけ、4分の1被りよ。つまり4分の3は当たりなわけ、それを外すわけないでしょ。ここで引くのは神実況者、見とけ。ここでがっつり、僕が一番欲しいのはマサティカなので、ここでマサティカを引いて、はい、ホームランでサヨナラのチャンス。いいねいいね、これで、はい、ここで、はい、バチバチ。これもエステラ確定演出ですね。これあのちょっと安っぽい演出ですけど、これ契約書はとこの演出になります。アニバーサリーとかああいうね、貴重な価値だとああいう感じになりますね。はい、出ました、佐野。死のうかな、佐野だけは違う。12分の11を外す男、親の愛に泣く男、スパイダーマン。なんやねこれ、2万使って佐野3なんよ。まあ動画的には面白くなりましたが、もうこっから地獄の第1弾の動画や、ぜひ見ていってください。爆発すると人間壊れます。あ、待って、そういえば忘れてたわ。スライ1番もらえるイベントやってたわ。選んだ球団の選手がもらえるので、僕はヤクルトの村上と山田を狙っていきます。第1弾の死んだからな、これ。来い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 、これは来た、お、いいんじゃない。はい、来た、デラックスサチコ来た。スアレス。来シーズンもいるか分からんぞ。2018の化石を動かす男、ザワガトルです。はい、今回はガチャをいきます。人生初のプロスピ動画、野球興味ない人はごめんなさい、野球分からない人はもうエスレアが何枚出るか、それを見て楽しんでください。最高だよね、エスレアは。プロスピって1年おきにインフレが起きるので、2018僕が揃えたエスレアめっちゃ当時強かったのに、もう今じゃ A ランクよ。エスレアがもう A ランクないよ、もうスピリッツが2800勝ないわ。
僕は2018の選手しか持ってないので誰でも当たりと。村上宗隆欲しいね。おどすこい山川も欲しい。いいね。柳田大輝、はい、これ超当たり。柳田出たらマジで神。浅村も神。浅村も出たらマジで神。石川もね、いいと思う。俺は好きよ。ちなみに同学会で有原をね、俺無料ガチャ引いてしまいました。なんで有原はいりません。めちゃくちゃいい選手だけどね。山本由伸、もうこれも欲しい。山本由伸も超当たり。丸も超当たり。もうみんな欲しいわ。宮崎も超絶当たり。欲しいね。いいね、いいね。梅ちゃんも欲しい。キャッチャー、俺今まだ大野翔太が座ってんだよな。森下くんもいいね。今年大活躍。はい、唯一いりません。唯一のハズレと言われるアリエルマルティネス。しかし僕は中日ファンなのでそれすらも当たりというわけですわ。なので2020の選手は誰でも欲しいし、しかも12球団ハズレだし、こんな神ガチャ引くしかないわけよ。とりあえずこのガチャで書き集めよう。というわけで今回の説はこちら。スライパー集まるまでガチャを引き続ける決勝します。もう早速押しちゃった。もう引きたくてしょうがねえんだよ俺は。本日は10万まで引きますんで、10万までは絶対引きたくない。でもね、だからそれまでにあれだけスライを引いて10万いかずに引き上げてやろうという感じでございます。ここで、はい、なんか煽るのやつが出たりしたら、スライ確定します。なんかこいつが上に行って、上で家がうんこ。これ S レア出ません。 S レア確定演出ではありませんが、まあちょっとね、ちょっとね、まあね、まあどんな感じかっていうのは見せながら、はい、ちょっとやっていこうと思います。シュート大活躍だね。今年すごかったね。疲労が大事。あれお前 B でも出てくるんか。すげえな。源田たまら S レアじゃないと意味ないよ。やらなきゃ意味ないよ。村上宗隆幸先悪い。はい、2問課金しました。行きましょう。とりあえずね、60連引かなきゃダメよ。60連目は確定狙った人が引けるので、もうそれまでは絶対行かなきゃいかん。とりあえず60連は確定で引きます。まず。完全に。確定演出ゼロでございました。ジョンソン、神茶谷、珍しい名字よね、野球選手って。クララ来た。クララが取った。横浜の翔太、倉本がいいと思う。クラネーが口癖の倉本。パズラや。パズラ事件後調子落とした悲しき選手。20連爆死や。30連目は確定です。いいのが出てきますよ、これ。はい、全然確定数出ないけど、まあまあまあ絶対出ますんで、まあ期待してみんな見ておいてください。本当に出るか。おお、よっしゃ、確定数。これ確定数ですね、この。三浦大臣ブリザード流さないかんようなね、このゴッドみたいな。あの演出は確定数でございます。で、これ、まあもう出るの分かってるんですけどね。まあこれほんで上で家が出ると、はい、演出は確定と。胸。久しぶりだな。なあ、お、石川武宏なんだ。平井、パリーが多いな。めちゃくちゃセーブ出てくるよ。マスダね。梅ちゃんもみんな B ランクとかじゃないんで S ラで欲しいんじゃない。柳や千賀、お前さうるさいんだよ。お前さうるさいんだよ。千賀ってやつ大体顔長い。千賀好きよ。でも俺、わあ来た、髪引き来た。これマジでこれ順調じゃない。これ30連で S ラ1枚だけど、それが柳田はでかいわ。この中で一番の当たり。6人はいずれ欲しい。もちろんかぶれなしで。かぶりは外れやからな。外れそう。おーいっしゃ、エスラ来た。今日持ち、これもエスラ確定です。なんでこれで、はい、揺れ揺れ揺れの、はい、ゴッドブリザードが来ま、来ないんか。おーっしゃ、これ足もバチバチもエスラで、あー、この青色のぐるぐるもエスラ確定でございます。で、これキャッチャーが上に飛んで、イエーが流れると、はい、確定でございます。誰の調子くんが犠牲やった。チャドのレアツが消えたんだが。これフランツはどこに投げ落としてる。あさっての方向に投げ落としてないか。じゃあシンプル糸井よしお、キャプテンマークの重みを感じた男。これでも2人ね、S レアパターンあるからな。これ2枚抜き見せたら。原口、めっちゃ嫌いよ。代打出た時めっちゃ打たれるもん。うち人としては好きよ、もちろん。これ注目よね。はい、次しゃあ来いや、調子くん。おっしゃ、これは来る気がする。はい、パズドラ級を高めただけ。ありがとうございました。ここは狙って引けるとね、楽天で朝原引きます。うちのオーダーね、セカンドが2017山田哲人なんよ。もう B ランクよ。2500なんよ、スピリッツが。つまり今回確定出ます。見といてください。いいね。はい、長尾押しよ。けいけおら。え、取られた。いや、飛んでた。なにこれ、AWM で抜かれたと同じくらい太ってたぞ。デラックスアチコ来た。ヤマト、いいぜいいぜ。ヤマト、森脇健二、上本、上本確か退団させられるんだよな、かわいそうに。
なあ、功労者はもうちょっとねぎらいよ。ノーミさん、めちゃくちゃ去年のバトルスタッチのかっこよかった。フランス、あさっての方向投げようとしてる、やっぱり。さあ、ここに、ズラオーケー、知ってた。こんな2枚、ズラ2枚って出ないもんなの、これ。じゃあ来い、超祝、オッケー、おい、来たー、スラー、虹文字、パチンカス換気、もう俺、これ、プロスペ引いてるつもりないからね、バジリスク回してるだけ、はい、バジリスクタイム来た、揺れる、揺れる、さあ、いけ、バジリスクタイム、傷だ、入ったー、オッケー、上にどうせ飛ぶんでしょ、飛ぶんでしょ、そして家が出てくるんでしょ、俺知ってるからね、オッケー、木村、増田、この前、とんでもないやらしてたやろ、俺、びっくりした、はい、石川歩夢、あ、ヒロスアルツやんけ。騎士、いいね。騎士好き。顔がちょっとはじめ社長に似てんだよな。大抜き、服一試合で2エラーしてたからな。めちゃくちゃびっくりした。そのシンプル戦が、大当たりやないかい。やったぜ。戦が大当たりよ。今までで一番怖いもんさせてやるからなっていうな。サイコパス戦が。今まで生きてきた中で、一番怖いもんさせてやるから。しゃあ、怖い。うん。何の言葉が出ねえわ。何これ。ああ。エナジーの冷圧が消えた。2万課金した。行くぜ。さあ、これ最初にタップしておいて出やすくすると。全く意味がないですがね。僕の気持ちはこれ。もっとエスレア引かせてくれ。俺そんなに贅沢言ってるか。ただただ引きたいんだよ、これエスレアを。特にここ村上くんも欲しい。村上くん結構欲しい。エスレア出なければカットでいいやろ。カットだ。さあ行くぜ。俺の股間ここで当たると言ってる。これは間違いない。ご視聴ありがとうございました。ブセリッツなんや最後。さあ来い、調子くん、強打者を打ち取れ。もうしばらくエスレア見てないぞ、これ。おい、ロレツも終わってきてんな。もうエスレア出ないんか、これ。出るんか、マジか。来た、森友也、お前はちゃんとエスレア出てほしかった。石、はい、これ、あ、丸もお前もイスラエル出てほしかった。中島拓也、お、これ来るんじゃな、おしゃおらおりほら。メンタル破壊されるわ、メンタル破壊王子。お前の球団やぞ、有原、おい。ちょっと今、高木はちょっとね、ちょっと、いろいろね、問題があったんで言いにくいですけど、はい。久しぶりに出たイスラエルが有原、辛いです。さあ、ピッチャー登場。調子くん、強打者を打ち取れ。もう B しか出ないかっちゃ、なんか。もうそろそろ B と A 以外を見せてくれ。代打三つ葉させられる前のやつだな、これ。心なしか生き生きしとるわ。2年ぶりに復帰したけど、もうやめようかな。1万課金した。もう死にそうや。致死量。もう俺がこの最後の動画の遺作になるかもしれん。こんなにも出ないんですか。ちゃんとお金が消えていってる。本当に 2.5% か。とりあえず確率させてもらってるな、これ。おいな。また1万を動画していく。こっからも魂のやつら全引きを。行くぜ。調子くん、はい、クソクソ。はい、クソ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 。もうエスラっていう概念なくなったんだ、これ。何これ。またマスだ。レフトフライをポロったマスだな。もう表示することもやめた。これ何。B ランクのノーローディング選手、はじめまして。ノーローディング選手再び。A ランクのノーローディング選手、中川と比嘉でした。もうお願いします、出てください。あれ、これ涙かな、つら。せめてマーティン出てくれ。俺ヒロスアレス好きだからさ。それが唯一の癒しよ。もうエナジーのカツアゲやん。鬼かな。おら、2万課金じゃん。もうこれ10万いったやろ。これ第1弾やからさ、第2弾もあるのに。もうね、現状で10万ぶち抜いとるわ。マジでつら引けんと終われんぞ。来い、調子くん。久しぶり来た。しゃしゃしゃ、これで俺みんなこうやって。ここでのエスレア終われる。はい、ここで青くなる。オーケー、青い悪魔、いってらっしゃいませ。投げ込む。お、今のも雨長かったね。これめちゃくちゃいいの出るんじゃない。はい、ビタ止めしたつもりが、はい、上に。これはどういう判定になるのか。おっと、ここで、はい、高木、言いにくいな。笠原と一緒なんよ、結局は。ここで牧原、この写真どのシーン。ここでの牧原終われんよ。止まれねえ、止まるんじゃねえぞ。つらみぞ。もう何連目でしょうか。もう分からなくなってしまった。これもう頭バグってきたな。もう一体どこまで引いてしまうんでしょう。お願いします、長司君。そろそろエスレアをください。
お願いします。あー、来た来た。これはここで、ここでこれは来たでしょ。いいね、これ。はい。いいね、これ。時速何キロ出れば、燃えるんでしょう、グローブが。ビシエド、あったこれね。おっしゃ、おら、おっしゃ、これ、当たりきた、山川当たり。これ、このまま2枚でご視聴ありがとうございました。俺、このまま終わっていいんか。まあいいか、これで終わろう。こんなんで終われるか。まだ俺にはいつら足りてないや。最後まで行ってねえからな。来い中川。怪我人がいっぱい出てくるな。ありとあらゆる巻き原。ところせました、巻き原出てくるな。巻き原全種類揃うぞ、今回だけで。A、B、S、全部揃うぞ。愛と、なんでセーブでみんな下の名前する銀次郎とかさ。なあ。今長翔だ。やめておけばよかった。プロスピを。しゃあ、月が出てるね。これ一回3000円やぞ。毎回全然クソなやつが出てもあれが3000円なんよ。これも多分爆死だけど、これも3000円やからな。これが3000円やぞ。これが最後だ。来い来い。俺の魂のプロスピキャッチャーの方が最後の10連や。来い。もう第2弾引かないと思います。10万消し飛んでないから。これこのままに第2弾引いたらバカやからな。神聖のバカ。でででもう限度たまらんでもねえぞ。本当にたまらんわ。いや、これプロスピやりすぎるでしょ。10万出して。もうプロスピ見るだけで俺ジンマ死んでそうだ。行くな行くな、コールだ。悪夢のような現実はそこには待っていました。うわ、行くな行くな、超えるな。ああ、亡くなったんやなって。去年24歳。本日が僕の命日です。紙俺見せてなかった。今宝くじ名であってね、 A から F 賞あって、僕全部に応募したからさ、絶対いいの当たってると思うんだよね。ここまで爆死も今までのこのね、抽選の紙機なる布石だったのね。ありがとうございます。大抽選会ここで紙機してありがとうを言わせてくれ。頼む、お願いします。来い綾波、来い来い。 F 賞この数ある抽選の中で F 全部応募したのぜ。おっぱいの F 以外はゴミよ。結果表、10万くらい使って S レア5枚くらいしか出ない。以上、コメントでした。チャンネル登録、ツイッターのお願いします。ご視聴ありがとうございました。